じゃんけん、おはよう。はい、おはようございます。はいはい、はいはい、じゃんけん、はい、はい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 、じゃんけん、はい、はい、じゃんくん、甘いんぼさんですな。じゃんくん、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 ポンちゃん、おはよう。ポンちゃん、ライオンさんの横にいるの？あ、温まってるね。はい、ぬぐるっていうね。ワンちゃん、おはよう。あったかそうだね。うん？ねえ、ワンちゃん。はいはい。ワンちゃん。ワンちゃん、ワンちゃん。しばらくは日が当たるかな。さあ、ご飯を食べます。おやつを食べるとすぐ欲しがります。はい、どうぞ。じゃんくん、はい、はい、どうぞ。パンよかったね、じゃんくん、はい、あれをあげました。どうぞ、お納めくださいっていうやつをこの間買ってみました。ハロウィンの時にね。マグロです。どれ、トリックオアトリートです。あ、いい匂い。めっちゃいい匂い。食べてみる？あ、マグロ節じゃん。美味しい？美味しいの？すんげーうまい。そうなの？うん、味も濃いんだけど、これで。でも味付けしてないんだ。保存量も着色料も添加で美味しいね。本当だ、めっちゃ美味しい。うん、あなたたち、こんなうまいものを食ってたんかい。うん、危ないものは何も入っとらんよ。そりゃ国産マグロを約半、樽で約半年間じっくり寝かせ、樽仕込み熟成、そこから燻製することで高い香りと旨味成分を引き出した保存料、着色料、無添加の猫用おやつです。食べやすいように薄くスライスしてあるので、おやつとしてフードへのトッピング、かっこふりかけにおすすめです。これはあなた、ご飯にかけたらめっちゃうまいと思うよ。めっちゃうまいね。これもう一種類あって、うん、もう一個あったよね、種類がなんか、うん。で、マグロの方買ったんだよね。そりゃうまかろう、君たち。じゃん。おいしいよ、はい。まだ少し残ってるよ。はいはい、はい、ポンちゃん、はい、人間が食べても美味しいものでした。はい、人間、うん、人間はこだけです。ちょっとだけ、うつら、うん、美味しい、うん、めっちゃ美味しい。だって、まあ、塩分じゃなくて旨味だもん、この味。そうだね、うん、美味しい。多分だから、まあ、人間用の部位とそうじゃないとこを、こうクズみたいなとこを分けて使い分けてんだと思うけど、全然味的には美味しいです。この間チュールがなぜ美味しいかをやってたじゃない。人間が食べるところと全く同じものを使ってるからって言ってたよ。何かは変なものが入ってるんじゃないかとかみんなさ言うくらい、みんなおいしいおいしいって食べるでしょ、ちゃんこが。でその開発っていうか食べ作ってるところに行ったら、作ってる人たちもすっごい味見して食べてて、うん、おいしいって食べてて、なんでおいしいんですかって言ったら、そういうクズとかじゃなくって本来人間が食べるところを使って作っているからおいしいんですよ。なんでそう、そうなのね。
でもそういう風にしただけであんなににゃんこが喜んで食べるってことは、うん、やっぱりそこが美味しいってことじゃん。そうね、にゃんことかワンちゃんにもそういうところをあげた方がいいってことだよね。余った方を人間が食べればいいんだよね、うん、だって味付けできるんだもんね。いいじゃんそれで。じゃあそうしましょう。たい焼きかーいではなくてですね、いただき物かーい。はい、またいただき物をいただきました。 あれパッと開けようと思ったけど片手じゃ無理でした。はい、開けます。ありがとうございます。またなんかこのかわいいちょっとリアルシリーズ。はい、はい、座り。ゴマフアザラシ。座り心地が良いです。のゴマちゃんだね、これね、きっとね。ゴマちゃん、かわいいね。はい。ありがとう。なんか、触り心地もいいし。そして、これをこのまま、ジャン君のところに持って行ってみましょう。あ、ジャン君と似てる？はい、どうもありがとう。ありがとうございます。そして？そして、こんな、クリスマスグッズが届きました。はい、ハロウィンの次はクリスマス。クリスマスが今度はやってきますよ。本が来た。はい、ポンちゃん、これね、踏むのにちょうどいい。ポンちゃんチェックだよ。あ、そうだね、ポンちゃん、踏み踏みするのにちょうどいいよ、ポンちゃん。はい、じゃあ。はい、サンタ、それから、これはプーさんなのかな？違うよ、パディントンだよ。パディントン。うん、そしてオーナーたちがリース。うん、リース。はい。これはちゃんくんたちがあんまり好きじゃない匂いがする。メンソレータムどうですかどうですか。あ、平気なんだ。匂いは。平気なんだ。はい、メンタム。うん。冬にはありがたいね。冬はね、この水仕事するとね、カッサカサになるのでね。あとは黒犬、あ、その前にこのこれと一緒に入ってきたリアルな鳥さんのメモ帳ってことかな。うん、そうそう、はい、これね、写真が裏に入ってるのね。そう、裏がすごくリアルな写真が、すごいリアルな写真というか、まあ、写真だからね、これのメモ帳。こっちがインコさんの、はい、あ、写真見た？うん、見たよ。あ、本当？こんなやつ。メモ帳はよく使うのでとってもありがたいです。はい、ポンちゃん、クンクンする？どうぞ。クンクン、ポンちゃんです。はい、あとコーヒー。はい、黒犬のコーヒーです。いつもいつもコーヒー助かってます。うん、ありがとうございます。そしてジャンくん、ポンちゃんのおやつです。はい、ジャン、ポンちゃんの好きなやつ。ポンちゃんこれ好きだよね。あ、これも好きそう。これはあげたことないタイプかもしれないけど、歯の健康と口臭ケア、うん、へえ。カリカリのこの形がいいのかな。またもらっちゃったよ。よかったね。あとチューブ、チュールのチューブタイプはチューブって言うんだね。ほう、そうそう、これも好きなのね。またピントが合わない。あれ、なんでだ、なんだろう、ちょっと調子が悪いかな。よかったね、ポンちゃん。はい、はい、どうもありがとうございます。毎度毎度ありがとう。そしてこっち、はい、ありがとう。どうぞ、ポンちゃん、よけちゃった。はい、ポンちゃん。はい、そして最後ね、これは何、ハンドハンドクリーム、ハンドクリームゲルって書いてある。はい、はい、冬には必需品です。そしてポンちゃん端っこだね、今日は。そう、ポンちゃん端っこにいます。ポンちゃんよかったね。ポンちゃんの好きな鳥ささみだもんね。うまいこと画角に入れにくい。こんな感じかな。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい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 、うん、気持ちいい。ピントが揺れました。ポンちゃん、ポンちゃんはピントが合いにくいです。はい、どうもありがとうございます。いい絵になったかな。どうですか、ポンちゃん、めっちゃ見てはります。はい、12時を過ぎました。そろそろ寝ますよ。はい、ポンちゃんも寝ますよ。
ピンと合わないし、どっかに合わせよう。こいつ、あれ、オートフォーカスどうした、どうした、おかしいね。なんだこれ、ん、どうした、このカメラ壊れた。これでいいのかな。あれ、はい、はい、